どうぞ今日も報告ご苦労様です無事の帰還をとても嬉しく思いますあなたの率いる騎士の方達のおかげで我が国は平和を享受することができますいつもありがとうございますああの 疲れたお体にこのようなお願いをするのは気が引けるのですがもしお時間がありましたら私に少し付き合ってくださいませんか無理にとは言いませんその場所を移して言いたいことがありましてそのどうでしょう ありがとうございますでは中庭の方に移動しましょうか <laughs> お花のいい香りがしますね先ほどお紅茶をお願いしましたのでもうじきこちらへ持ってきてくれると思いますさああちらに腰掛けましょうか <laughs> こうしてまたあなたと話すことができてとても嬉しいです体の調子におかわりはありませんか騎士の方たちを率いる身とはいえあなたは女性なんですそその私なんかが 言える立場ではないのですがどうかご無理はなさらないでくださいねあら頬のところ切り傷がありますねだ大丈夫ですか見せてくださいああよかった浅いですねこれなら 傷跡も残らず、あ、そ、その、ごめんなさい、失礼でしたよね、いきなり触ってしまい、申し訳ありません、あ、紅茶が来たみたいですね、早速そ召し上がりましょうか、お <laughs> いしい、 そういえばあなたは長いことこの国に仕えておりますよね私がまだ子供の頃にはもうあなたは剣を振っていて鎧を身につけていてお城で勉強が退屈で逃げ出した時そこは訓練場でそこであなたが剣を振っていてあの時あなたは 私に気がついて話しかけてくれていろいろと話してくれましたよね好きな食べ物やあなたの故郷についてのお話やそれから <laughs> それで夢中になってうっかり私があなたのことをお姉様って呼んでしまってでもそれも あなたが笑って許してくれて覚えていますかあの時はお互いに自身の身分や身の回りのことを忘れてとても楽しいひとときを過ごせましたそその今からあの頃には戻れませんか今では 何もかも変わってしまいましたがそれでも今この中庭にいる時だけで構いませんあの時のようにお姉さまと呼んでもよいですかあなたもここにいる時だけは私にはそのような態度はやめてもっと気を楽にしてほしいのです ダメ…でしょうかえ…いいのですかほんとありがとうございます <laughs> 嬉しいですでは改めてこれからよろしくお願いしますねお姉様 はいあおかえりなさい無事に帰ってこられたこととても嬉しく思いますではそのえっとな中庭行きましょうか改めて無事に戻ってきてくれてとても嬉しいです こうしてお姉様と一緒にいれるだけでとても幸せですでもやはりふと万が一のことを考えてしまうんですこの姿が最後だったらどうしようこの会話が最後になったらどうしようそれで 夜が眠れない時もあって <laughs> 騎士の方の中には優秀な方が揃っていると耳にします他の方にお姉様の座をお譲りするということはできないのですかそうしたらお姉様は <laughs> ごめんなさいただの わがままですよね今のは忘れてくださいあお姉様、まあそこを見てください綺麗な蝶々ですねにはもしかしてつがいなのでしょうか <laughs> その <laughs> 実はですね私 婚姻をあげることになったんです隣国の王子と婚姻するんですそうすることで我が国はその国と同盟を結びこの国をより繁栄させることができるんですその婚姻の日が実はお姉様が騎士団を連れて 遠征に行く日と重なってしまいまして怖いんです私その王子とは一度も会ったことはないのです端正な顔立ちで聡明で優しい性格と耳にはしておりますがそれでもとても怖いです結ばれるなら 長く連れ添ったお姉様みたいな方じゃないと嫌ですあその気分を害してしまいましたらごめんなさいですが私はこの国を守らなくてはいけないそんな市場なんて国民の不安と平和と比べれば取るに足らないわがままですでも それでも婚姻の日にはお姉さまにも立ち会ってほしかったごめんなさいもうどうにもならないことなのに <laughs> 一つお願いしてもよろしいでしょうかこのペンダントをつけてくれませんか実はこのペンダント中は 私の肖像画となっておりましてこれをお姉様に持っていてほしいんです遠く離れてしまっても婚姻をしても心はお姉様と一緒にありたいんですどうかお願いです これで思い残すことはありませんあらもう日が傾いておりますね <laughs> 今日も付き合っていただきありがとうございますでは遠征の方気をつけて。 行ってきてくださいねはい、どうぞあお姉さま <laughs> 待っていましたずっと心配だったんです無事のお帰り、お待ちしておりました今日もお付き合いいただいてもよろしいでしょうか 今日はお姉様に紹介したい場所があるんですさあこっちです今回の遠征もお疲れ様です <laughs> 今日もその手で私たちを守ってくださったんですねこの先の地下にお姉様に見せたいものがあるんです <laughs> どうですかこのウェディングドレスとても綺麗でしょ国一番の職人が作ってくださった一品なのですどうですかこのベール雪のように真っ白でしょその婚姻の時はお姉様見れなかったでしょなのでどうしても見てほしくて 今、着てきますね。どうですかその、綺麗ですか <laughs> ありがとうございます。実は、このドレス、特注で秘密裏に作ったものなんです。婚姻の時のドレスも別でありましたが、これは、 全くの別のもの別もですお姉様だけに見てほしくて用意したんです <laughs> 私気がついてしまったんです自分の気持ちにこんなわがままで勝手で独占的な気持ちなんていけないと思いました私はこの国の王女なんです そのようなこと思うことすら許し難いとずっと思っていました何度も自分の生まれを呪いましたですが旅の商人から頂い,いたこの指輪を身につけてからその気持ちが抑えられないものだということに気がついたんです <laughs> さあではこちらに <laughs> すごい力でしょこの指輪を身につけてからどこからともなく力があふれてくるんですお姉さまでもこの力には勝てないでしょこのままあちらの牢屋の方に お姉さままを閉じ込めます。そうすればお姉さまが命を落とす心配はない何よりずっと一緒にいれますものお姉様に不足は感じさせません私がすべてお世話します <laughs> もし心の底から 私のことがお嫌いでしたら、その件で私の首をはねてください。お姉様の手にかかって、天へと召されるのならば、本望です。私は今、許されないことをしていると思いますから。 とも思いましたなぜ私は王女という身分なのかと私が王女などでなくただの村娘だったらと大勢でまた会えることを期待して諦めようともでもそんな必要なかったんですね <laughs> その。 美しい顔も、細い指も、すべて、私の、私だけの。もう、誰にも奪わせません。あの王子や、この国を裏切ってでも、お姉様と、一生を添い遂げます。今、すごく幸せです。 好きな人と結ばれるというのはこんなにも幸せなことなんですねふつ <laughs> つかものですがよろしくお願いしますねお姉さ様、ま